首里城正殿を彩る鮮やかな赤。平成の復元でも最も困難だったのが首里城正殿の色の再現でした。令和の復元が目指すのは平成の復元同様、18世紀から19世紀の首里城正殿。首里王府の記録には当時の正殿の色について記されています。平成の復元でもこれら資料をもとに研究者や職人たちが試行錯誤し、正殿の塗装、色の再現を試みました。沖縄の厳しい雨風や強烈な紫外線、これらに耐えられるかつて行われた塗装を研究しています。木材に漆をすり込む生地固め、漆は雨や湿度から木材を守ってくれます。さらに粒の細かい砂岩、新火と生漆を混ぜた下地を作り、木材に塗っていきます。下地塗りの作業が終われば本格的な塗りの作業に入ります。黒漆を塗る下塗り、続いて二度中塗りを行います。一度目は黒漆、二度目の中塗りでは弁柄を灯油で溶いたものを塗っていきます。灯油は油切りの種子から得られる赤黄色の油、耐水性があり漆を守る役割を果たします。本土では切り油ないですよ。沖縄だけの独特のもの、切り油ってのは。漆って本来は部屋の中で塗ったら何百年も持ちますよ。この体質のところではね、はっきり言って持ちが悪すぎる。漆は気を保護するから、で次漆をまた切り油が保護できます。でそれで例えば5年10年になったら、少し劣化したら切り油だけを塗り替えするって形。最終工程となる上塗り、鮮やかな赤い正殿が姿を見せてきます。かつては正殿の格子部分に久米島の赤土を使った塗装が施されていました。王国時代の技術を再現するため現在も研究が行われています。本島北部で採れる弁柄を正殿の塗装に使用できるか、現在テストが繰り返されています。青空に映える赤の正殿を見ることができるのは令和8年2026年の予定です。